目あるね、ナチュラルさん。ねえ、羨ましい。はるかも立ちたいです、いつか。ねえ、羨ましい、いいな。はるかもいつか立ちたいですね、カンコレ。お仕事忙しい感じなのか、さかさん。そうなんです、まず12日の初日が、まあ、まず公演なんですよ。で、まあ、もう今ちょっとスケジュール立ててて、昨日立て始めたんですよ。もうちょっと教訓に、前回のそう教訓に立て始めてて、まあ3回できるかなって感じで、まあ、5時から30分間1枠目やって、2が9時半頃から45分できればなって思ってて、で3枠目がちょっとまだわかんないんですけど、23時15分から45分できればなって感じなんですけど、ちょっとまだね、どんな感じになるかわからんから、ちょっと何とも言えない感じなんですけど、予定ではそれで行きたいなって感じ。そうしたら1時間余るのかな、1時間、3時間なんで余っちゃうんやけど、まあちょっと仕方ないかなって感じで、そう、そんな感じです。17時からできるのね、竹荘。そう、もうメイクを、まあ、しながらとかになっちゃうかもしれないんですけど、やりたいなって思います。ちょっとわかんない、でき、確実ではないんですよ、確実ではないんやけど、できれば嬉しいなって感じ。12、13は、まあまあまあ大丈夫そうかな。14、忘れちゃった、ちょっと自分のスケジュール忘れちゃった。忘れちゃった。そんな感じかな。とにかくでもてっぺん目指して頑張りたいです。頑張る。今回5日間なんでね、ちょっと優しい。ちょっと優しい。最近ね、もうほぼほぼお仕事が詰まってて、なんか12月入ってすごい忙しい。だからね、全然配信できてなくてごめんよ、久々になっちゃった。はるちゃんの優しさには負ける、村地。そう。そうですか。みんなが優しいからね。頑張ろうね、やぶちゃん、ありがとう、今日も見えてたよ。極力上に行きますね。ともちゃんさん、嬉しい、ありがとう。初見って書いてる、よろしくお願いします。やるからにはてっぺん目指そう、シム。それな、本当にてっぺん目指して頑張りたいです。頑張りたい。ワールドカップもあるから朝早いのは慣れた、しんち。あー、確かに、みんなめっちゃすごかったね、みんな朝早くとか夜中とかめっちゃツイートしとったな、ね、今日なんか幼くない、のぶさん。本当ですか、そんなことない、いつも通常運転な気がするんやけど、自分では。久々でも配信してくれて嬉しい、まゆかちゃん、ありがとう。生存確認できれば十分よ、しげさん、優しい、優しいな。
まあ、でもね投稿 SNS 系は全部一応ね頑張ってるっていうか、まあ、楽しみながらやってるんですけど頑張ってはいる。今日公演楽しかった、ありがとう。夜勤頑張ってくる。ひちゃんさん頑張って、ありがとう。また待ってますね、お仕事頑張って。応援行くね。わーれななちゃんありがとう、予選から本当にいっぱい来てくれて。12日 N 公演始めていきます。リーさんお待ってます、楽しみにしててね。寒いから体調崩さんようにね。さやちゃんありがとう。絵文字がもうはるかみかん、オレンジとトーシューズ、嬉しいまたすっぴんはるちゃん見れそうですよ、やだ恥ずかしいもうちょっと慣れたけどな、少し慣れましたね。今日も最高でした、とくちゃんやった、イエーイ、見えとったよ。今日もねオレンジいっぱいで嬉しかったです、めっちゃ嬉しかった。今日はでもなんか久々でもないんかな、分からんけど、今日はまたね渚さんポジのセンターに立たせていただいて、ユニットも臭いものだらけをさせてもらいました。なんだか緊張しました緊張した。まあでも幕開いたらそうでもなかったかも、幕開くまでがね緊張しますね。そう、今日はいい汗かいてたね、バタヤさん。本当ですか。でも今日はね最近に比べるとあんま汗かかなかった気がする。頭3曲でそんな汗かかんかった気がする。もうやっぱ外が寒くなってきたんで、やっぱりなかなかあれかも。好きな虫の時にあのちゃんって言ってるところ目撃しました、マーヤさん見た?2番ですね、 2A かなんかかな。そうなんです。でも結構公演の時はそういうの多いよ。夢中人とかも自己人の時とかは結構心身にちょっかいかけてる部分とかもあるし、そうなんかなんやろ、生でしか知れないこといっぱいあると思います。いっぱい来てほしい、みんな。寒すぎてヒートテックの出番来ました、レム太郎さん。それなあるかも。行きはこのね今着てるパーカーの下にレッスン用の半袖 T シャツを着て来たんですよ、まあ、もちろんコート着とるけど、もうちょっと帰りはさすがに夜寒いかなと思ってこれの下に極暖のヒートテック着た、そう来ました。公園行けてない、寂しい、会いに来て会いに来てよ。 DMAM 見ててもオレンジ多いなって思った、中子原さん。本当分かった、嬉しい。はるちゃんのゲス久しぶりに見たいと思った。でもこの間前回ゲスやった。でも前回って言ってもはるか前回出てないんですね、前々回なのにな。この間ねなぎちゃんのポジションはるちが立ってくれるの嬉しい。そんな言ってくれて、この間もね配信で言ってくれて嬉しいな。そんな、なんかでもやっぱりなんかこうキャプテンっていうのも一応あるからこそ、なんかなんだろう、勝手に背負ってるものが違うというかなんか自分のねチームでセンターさせていただくっていうのはすごい感慨深いですね。もうめっちゃ誰にも負けないっていう気持ちでやらせてもらってはいる頑張ります。まあ、もちろんジポジもそうやけどね。年内まだはるちゃんに会える機会あるかな、休みが合わなくて。はるぴょん、あーでも DM 見てるよ、ありがとう。 N 公演みんな来て、
待ってるからでも今度さ、またさ N の時にね、はるかのラグビーでね、あれなんですよ、出れないっぽいよね。悲しい。まあ逆にラグビーにね来てくれると会えるんですけど明日お話し会よろしく。藤見るさんありがとう、楽しみに待ってます。もうセンターがジポジみたい。ヤングさん本当ですか、そんなおこがましい。キャプテン頼りになるでしょ、嬉しい嬉しいな。チーム N 最高。ナッチさんそれな、最高チームです。最近公演入れてないのあじいさん、待ってるよ、待ってます、待ってます、楽しみに待ってます。こんばんは。タッキーさん、マグさんこんばんは、ありがとうございます。あ、ラグノンさんもありがとう、さっきぶり。あ、そうそう、全然あれなんですけど、話変わるんやけど、今日もまたメイクさんにアイシャドウお願いしました。今んとこな、4人目4人目、4回目のメイクさんにあのアイシャドウをお願いしたんですけど、それぞれ4人違うメイクさんやねんけどね、そういつも結構なんか今まで3人方にしていただいた時はちょっとなんかコーラル系のちょっとオレンジっぽい感じのアイシャドウが多かったんですけど、今日のメイクさんは多分はるかが普段やるような色に近めの色かなにしてくださいました。でもやっぱ綺麗、全然違うでもちゃんとね、みんなメイクさん、はるちゃん濃いめが好きやもんなって言ってくれてちょっと濃いめにしてくれます。今日は特に多分寄せてくれたんじゃないかな、優しい。まだ公園入ったことないです、まっちゃん。それはもう来た方がいい絶対来た方がいい、最高ですよ、来てください。そう、今日はね多分ブラウン系やと思う。はるかの普段に寄せてくれた気がする、優しい。そうそうなんです、今日のメイクも最高ね、さすがよ、ほんとメイクさんお勉強になる、それほんとに。12日劇場行きますね、清文さん待ってる、待ってます。メイクさんね、ほんとにアイライン自分でやるの難しいのか、ん？アイラインは自分ですね、アイシャドウだけやってもらってる。アイラインはね、もうはるかほんとに多分めちゃめちゃこだわりあるんですよだからそう、アイラインだけはねもうあんまやってもらうことないかな、グラビア撮影の時ぐらいかも。雑誌系の時とかはしてもらうこともあるんですけど、それ以外はもうアイラインは絶対に自分でやりますね、こだわり。宇宙ライブは特に劇場と配信では迫力違うね。いやそうですよ、本当にみんなに来てほしい、みんなに来てほしい。ネイルかわいい、ヨシキングさん嬉しい、ありがとう。めっちゃキラキラにしました今回細かいのよこれ、よく見ると。またインスタ載せます。公演お疲れ様でした、ガッシュベルさんありがとう、見えてたよ。こんな感じかな。今日はちょっとね、今もうリップ何も塗ってないというか塗り直してないから、あの薬用リップしか塗ってないんですけど、今日はなんかちょっと濃かったかなって思う、自分で塗ったんやけどちょっと気になった、
最近薄めが好きやからちょっと気になっちゃいました。はるちゃん地雷メイクも似合いそう。ほんま？なんかはるかの顔難しいんですよね。なんかメイクむずい、むずい顔のせいにしてる。アウトドアの企画が始まりますね。どういうこと？何何？アウトドアの企画？なんだ？一列目の迫力はえぐい。他人の星さん。確かに12日からですね。今度からや。N が初めてですよ。嬉しい。めっちゃオレンジハートきた。赤月マンさんオレンジ大好き知ってるってそんなこと言わんといて。みんな知ってるとか言わんといてな勝手に言って。メイク映えするしすっぴんでも可愛いので僕の中で最強の顔でたくまつさん。優しい。メイク映えするんか。まあでも別人やもんなメイクすっぴんとメイクの顔別人やからな。ほんまに自分でも思うわ。もう誰これってなりますから、ね、あ12日も公園行くって方多いね。風船詐欺さんも嬉しい。みんなオレンジに染めに来てください。最善とかハルチ見れません。ほうちゃんなんでや見てよ。ガン見しといて。逆にもはるかしか見んといて。ハルチをずっと目で追って。お話し会からのリス予選で怒涛の1週間になりそう。ジーニーさんそれな頑張ります。まあでも最終日、まあ、まだちょっとわからないんですけど、そのお仕事がどうとかはまだわかんないんですけど、公演じゃないだけちょっとありがたい。YNN の企画ですよ。何それ、知らんのやけど。小判、この方なんて読むんだ。小判、ちょっと漢字バカなんでちょっとバイバイ。やばい、また今日もちょっとやば。そろそろブログの時間。それな、それほんまに書かなあかん。今日は何も書いてないまだまだ書いてない。どうしよう、そろそろ終わらなきゃ。投票機能にしてるわい。12日から始まるんです、ビス決戦。来てくださいね。配信いっぱいするんで。劇場居残り組それな、常習犯。いつもですからね。マイティがいるときははるかとマイティ、常習犯。やばい、今日なんかね、右目にねずっとなんかねゴミ入ってるんですよ。なんかね痛くはないんやけど視界がおかしい。臭いものだらけの前に入ってね取れないままでったまだある気がする。年越しは多分桃鉄。何それ、え、はるかおるん？何、もう メンバー出てます？出とる？何の話？何も知らんねんけど何や YNN？ 桃鉄って何？ゲーム？はるかゲームしなさすぎてほんまに分からへんのよ。どういうこと？
また配信時間決まったら教えてね。ちゃんちゃん待ってて待ってて待ってて。ポケモンしないの？ポケモン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 やったこともないし見たこともないかも。言うてアニメも。でも謎になんでか知らんけど、謎になんかちっちゃい時あのポケモンパンみたいなシールだけ集めとった謎すぎ。へえ。去年もやってたん。ピカチュウくらいはわかるやろ。え、登場人物はわかるよ。もちろん。わかるわかる。キャラクターもわかる。ポッチャマとかそれらへんそれらへんとか言っちゃった。その辺はわかる。ただゲームはほんまにしない。ねえ、キングボンビー見てほしいわ。何それ、何それ。ワカポンさんのゲーム配信呼ばれたら大変そう。ジュニアさん、いや絶対呼ばんやろ。呼ばへんやろはるかのこと絶対呼ばんやろ。そうなんよね。 EV して、あ、 EV してる。かわいいよな。かわいいかわいい。コバンザメさん、あ、ありがとう。あ、自分で名乗ってくれて、なんて優しい。コバンザメさんいっぱい読んじゃう新YNN の冬のアウトドア企画が発表してました。はるかおる？はるかいるの？携帯のゲームもしないの、たっちゃん。なんかね、やろうと思ってね、一回インストールしてね、やるんですけどね、結局ね、やらないくなって、いつもねなくしてるはるかのね携帯ほんまにゲーム入ってないです。何も入ってない。もう TikTok とか YouTube ばっか見てる。ダメなんよ。ポケモンナウジンくんナウやってんの今教えて。シンシン頑張ってたな、ふっちゃん急に急にシンシン、うんうん、頑張ってたな分からん、一緒に出とったから分からんけど、どういうこと。ね、ゲームってすごく難しい。はるちゃんをポケモンに例えるとって考え中。ええー、面白そう。教えて教えて。なんかそういうのあるよな。なんかさ TikTok とかでもさ、なんかたまになんやろ回ってくるちょっと待って、めっちゃ笑う。待って、その体勢めっちゃ笑う。なんやろ、考えてた。そっか、詳しいんや。ちょっと待って、分からへん分からへん。へえ、EV 進化すんの？石？ええー、それすら知らんねんけど。え、全然知らん。うん。それは待って、それは言葉してるだけ。レアポケモンっていう、それぐらいやで。うん。待って、なんでそんな知ってんの？めっちゃおもろい。さすがやな。わだだってきた。わだだってきたコメントで。めっちゃおもろい。あ、サンダースねって。ちょっと終わったら調べるわ。あれなんですけど。うん。可愛いです。ブースター？あの炎の石与えた時。詳しすぎてわからへん詳しすぎてわからんな。めっ
ちゃおもろい。急にみゆちゃんが言ってくれたわ。シャワーズだ。シャワーズってわかる？詳しい。無理。めっちゃ詳しかった。まあね、あのはるかっぽい、はるかっぽいポケモンも分かったところで、そろそろ終わりたいと思います。ポケモン分かって終わるっていう謎なんですけど、皆さん今日も配信ありがとうございました。明日はね、お話し会なのでお待ちしてます。それでは本当に